まあ、この塚と平行の位置で左腕まっすぐで来てます、うん、ですからこれも絶対右手では抜け出せないと、抜けるわけがないと、で、まあいいんです、居合ではね、右手で抜くなと、抜かないのが居合だということが基本になってますから、右手で抜かないでなんで抜くんだというと、さや引き一つしかないと、さや引きという体さばきで太刀を切り終わった形に変化させる、抜いて切るんじゃないですね。それ右手から出ちゃってますね。足ぶつかっちゃって上半身しか崩れてないでしょ。もうちょっと、はい、答えてですね、はあ、静かに静かに、お願いします。腰が大きくなっちゃいます、ね、そうですね、回っちゃいますね。どうしても腰もありますね。左手です。どっちでもいいですよ、はい、危なくないよ。おおおお、これは怖い。とりあえず最後これやりましょうか。それで終了しますんで。そうですか。じゃ あの皆さんがちょっとね、丁寧にゆっくり左の腰をねちょっと開く、はい、っていうと抜けた。わかりました。ちょっと腰落とさなくていいですよ、はい、もうこのこれ早抜きのあれだから、型のようにこうなんか作ってるわけじゃないんで、これ抜けた。出だしで終わってる。これが一つ一つになるとね、そう、そんな。ちょっと加速度計、加速度、はいはい、ちょっとバラバラ、あ、動いてますね。抜くと同時に、ちょっと、あ、動けない。